2019年サーハー航空ボーイング707着陸失敗事故は2019年1月14日にキルギスのマナス国際空港発パヤム国際空港行きがったサーハー航空のボーイング707から 3JQC がアルボルズ州のファス空軍基地の着陸に失敗しオーバーランした航空事故である。乗員16人中15人が死亡し1人が重傷を負った。 同型機のボーイング707事故機のボーイング707から 3JQC は製造番号21128として製造され EPCPP として登録されていた。事故機はイラン空軍がサッハー航空にリースしていた。1976年11月19日に初飛行を行っており、木戸しは40年だった。その後、 イラン帝国空軍に後の8312として納入された。2000年2月27日にサーハー航空へ移籍し EPSHK として登録された。2009年8月3日にアフバーズ空港発メヘラーバード国際空港業サーハー航空124便として運航中に第二エンジンが故障しアフバーズ空港へ緊急着陸を行った。機体は 修理されて2015年12月にイラン空軍へ返却され2016年5月にサーハー航空に再び貸し出された。その際に EPCPP として再登録された。なお、事故機は民間で運航される唯一のボーイング707であった。住宅街に衝突した機体事故機はマナス国際空港からパヤム国際空港へ食肉を運ぶ。 国際貨物便だった。現地時間8時30分にファス空軍基地に緊急着陸したと報じられており、一部メディアでは事故機が誤ってそこに着陸したと報じられている。また、当時は悪天候であったとも報告されている。機体は滑走路をオーバーランし、付近の住宅街に突っ込み、事故後に火災が発生した。乗員は16人、または17人で、 唯一航空機関士が救助されたが、重傷を負っており、病院に搬送された。幸いにも、地上での死傷者は報告されていない。調査が開始され、コックピットボイスレコーダーが残骸から回収された、事故原因は調査中だが、パイロットが空港を取り違えた可能性が指摘されている。パヤム国際空港とファス空軍基地は数キロメートルしか離れておらず、 滑走路のレイアウトもほぼ同じであった。ボーイング707の着陸には通常8200フィートを要するがファス空軍基地の滑走路上は4300フィートだった。パヤム国際空港とファス空軍基地を取り違えるという事例は過去にも発生していた。2018年11月16日、155人が登場した。 ターバーン航空の MD-88 が誤ってファス空軍基地の滑走路へ2度侵入するという出来事が発生した。同期は高度1メートルほどまで降下したが、最終的にパヤム国際空港への着陸に成功した。ありがとうございます。